どうも、田中でございます。漫画レビュー！今日紹介する漫画は、ブレー！ファイヤーパンチ5巻！やっぱり面白い。ファイヤーパンチってね、で、1巻以外は本当にね、うまく、できている素晴らしい作品だと僕は思います。そのうまくできてるって何なのかというとですね、漫画の完成度が高いんじゃないんですよ。漫画でやっているあまり見たことのない手法っていうものをかなりうまい見せ方をしながら見せてるんだけども、下手くそそうに見えるから分かりにくいんですよ。柴田よくさるとかは本当に情熱で一気に書き切ってるんですけども、この人は情熱の裏にちゃんと冷静なやつがいるんですよね。で、その冷静なやつがちゃんとこのヘンテコだなと思う漫画をヘンテコじゃないような漫画として仕上げている。それがね、このファイヤーパンチの面白いとこだなと僕は思うわけでございます。さあ、そんなね、ファイヤーパンチ5巻、またどういったところが面白かったのかというのをまたページを見せながらご紹介していこうと思います。ファイヤーパンチはね、定番になってきてるんですけども、ファイヤーパンチは必ず振り返るシーンめちゃくちゃ多いんですよ。特にね、この5巻はむっちゃくちゃ多いです。多分進行方向向いてるよりも、過去に向かっている右側に向いているシーンの方が多いんですね。例えばこちらのシーン、トガタがもうみんなと一緒にいたくないと。私は性同一性障害だから、その自分の体とかがもうすごい嫌いなんだっていうことを告白するシーンなんですけども、それに対して、アグニ、主人公は、なんかよくわかんない。よくわかんないけど、君がいなかったら僕は、うまく生きていけない。僕のお兄ちゃんと思って君と接してるから、どこにも行かないでというね、もう兄弟じゃないけども、兄貴がいたらこんなやつなんだろうなっていう、羨ましさをね、持っているというのをここでバーッと語るんですけども、ここでね、使うコマ見てください。びっくりするぐらい同じようなコマの連続があるんですね。これ多分週刊連載じゃ書かせてもらえないです。こんな単調なコマで、しかも無駄話のようなことをバンバンやり続けることに面白みはあったとしても、ジャンプ読者としては NG であるっていう風なね、判断下ると思うんですけども、そこをね、ジャンププラスというネット漫画だからできるというところですね。で、なんやかんやってね、ドマと決着をつけるということが、トガタを引き止める一つの要因だったので、ドマをね、殺すか殺さないかを決めに行くんですけども、そこで話してる内容もなかなか理にかなってるんですよ。ドマは最初から悪人たちをみんな殺そうとしてたと。なんでかというと、人間の肉を食うというのを普通に思ってしまっている人たちがたくさんいること自体が異常である。それは教養のない野蛮な人間たちがやることであるということを語るんですね。めちゃくちゃな話してるんだけども、なぜそんな行動をしてしまったのかという一個人の意見を聞いたときに、その行動が繋がってくるんですよね。少なからず大筋の流れで繋がるわけです。教養のない正義に、ちゃんとした人間は育たないと。中身が何もないやつしか育ってこないから、それは人間ではない。そんなやつを育てるぐらいだったら、もうみんな殺してしまわないといけない。変な宗教観だけが生まれてしまうからというね、ここら辺ね、すごいわかる気がすることを言うんですよ。それを聞いたアグニはいろいろ悩むけども、そのドマが育てている子供たちがいて、その子供たちがドマを先生と言っている、自分にはない気持ち、教養っていうものが確かにそこにあるというのを目にするわけですね。だから、ああ、そうだねっていうことで帰っていく。自分の村に帰ろうとした時に、不思議な駒になっていくんですね。俺は主人公なんだろ？悪意じゃなくていい。みんなを助けるためなら主人公だって神様にだってなる。と言いながら帰っていくこの時のコマがですね、完全に左から右に進んでるんですね。帰るのが未来。これからの話じゃない。戻ることが過去。やり直さなければいけないことという風な演出になってるんですよ。
で、これをまた長ゴマでね、バーッと見せるんですよ。めちゃくちゃページこれに割くんですけども、このページを割く意味すごくあってですね、ちゃんと回想シーンにね、入れ込んでいくんですよ。一歩一歩アグニが進む過去には、そのアグニが燃やしてしまった人たち、燃やされた人たちっていうものが頭の中に入っていて、その中には自分と一緒にいた妹のね、過去もあると。で、その自分のイメージ、あるいは記憶の中の妹に、言われるわけですよね。ドマが今言ってたことは全部演技だと。そうじゃなきゃ私死んでないはずよということを言って、主人公であるアグニは、次の瞬間、ドマを貫いてるんです。これね、すごくうまく作ってると思うんですよ。なんか、一人の女の子がいると。その女の子が、氷の上を走って逃げをする。待ってくれって追いかけたら、自分の妹そっくりな子供がそこにいるんですね。で、この子供が、このアグニからしか見えない。アグニ以外は誰も見えていないというのが、こういうね、後ろから来たトガタは、アグニの背中しか見えないという演出で、無意識にわかるようにできてるんですよ。つまりこれは、アグニが見てる幻想なわけですね。その幻想の前に、もうトガタは死のうとするんですよ。もう全部の復讐劇も終わったし、もうあとは妹の元に行くだけだという流れなんだけども、顔をもう見せない。もうずっとトガタにさよならの言葉をずっと告げていくんですよ。で、回想シーンはね、バッチリと映画館。もう映画館の回想シーンっていうのは人が死にました。その人が一緒に映画を見ます。その一緒に映画館でポップコーン食ってるやつは一緒に死んでるやつだというね。もうこれはもう定番の演出ですよね。そこで自分の妹がいると。そして幼くなった自分が妹の横を席に座ろうとした瞬間、トガタがバーンとね、出てくるわけですよ。ここね、トガタが出てくるところに意味があって、トガタも死にかけてると。映画館に来てるから。そのトガタの夢が、映画の主人公みたいに誰かを助けたかったんだというのが、夢だった。という話するんですよ。だから映画を撮ってると。映画を撮って自分の中で主人公を最後助けてカタルシスを持たせたかった。だからトガタは自分も不死身の能力を持ってるけども、その不死身の能力でも耐えきれるかわからない、そのアグニの炎を掴んで、地上まで返してあげる。そんなトガタが、いろいろと思うわけです。ああ、グニ、もうお前が生きてる意味ないはずなんだけど、それでも君は生きなきゃいけない。なんでなんだろう、なんでなんだろうって考えた結果、最後に一言だけね、アグニに言うんです。生きてって。このね、呪いですよね。妹にも生きてって言われたから死なずに生き返り、そしてトガタにも死にかけられて、生きてと言われてもう一回蘇るというね、この、二人兄弟を失ってしまっている苦しみを持ちながら、また立ち上がらなければいけない主人公、アグニというこの存在がね、いやー、うまくできてるなーと思いました。先ほども言いましたけども、このトガタの目的は映画の主人公みたいに誰かを助けたかったんだと。その誰かを助けるというのはアグニを助けるというわけではなく、この物語全般で、その映画を見たことによって救われた人を作るんだというのがこのトガタの発想なはずなんですよ。だから映画の主人公みたいに誰かを助けたかったんだというのは映画の主人公みたいに何かをカタルシスとして持たせてその映画を完結させることがいいことなんだというふうに言ってるのでここで死んでしまったら映画は尻つぼみです。だからアグニは死んじゃいけませんよという一言をここで言うことに意味があると。映画の大好きなトガタが言う最後のセリフが生きてという妹に言われた呪いの言葉であることの意味はここにあるはずなんですよ。はい。その後にね、まだとんでも展開がやってくるんですけども、そのとんでも展開の続きはまだ6巻を見て楽しもうかなと思います。はい、ということで、ファイヤーパンチ5巻。めちゃくちゃ面白かった。僕のヒーローアカデミアよりも、このファイヤーパンチの方がね、僕は好みなんですよ。もう、なんだこれとわけわかんないなという、その柴田翼猿とかね、水上悟志とか、あっちの感情を出しながら、実は結構冷静に物語、見せ方というものを考えて作ってると。いうのが、今のこういった映画的手法、長回し、そしてなかなか見えないキャラクター、そして、走馬灯を見るのではなく映画館で死にかけてるのを見せるというね、このうまさですよね。うまいけどもなんかよくわかんない部分もちゃんとあるからこそ不思議な漫画だな、これもっと読んでみたいな、面白いねって思わせてくれるわけでございます。それが、田中がファイヤーパンチ大好きな理由なのかもしれないやと言って今日はここで終わろうと思います。はい、ということで、本日ご紹介されてもらったのは、藤本辰樹のファイヤーパンチ5巻でございました。はい、では本日はこの辺で、
まったねー。